どうも、こんにちは。今回は、貧乏人の避暑地というテーマについてお話しします。夏になると、冷房代がかさみますよね。だからといって、冷房をつけずにいると、体調を崩してもっとお金がかかってしまうのが悩みどころですよね。これを解決するのが避暑地です。涼しいところに行けば、冷房代がかかりません。かといって、普通の秘書地である北海道などに行けば、クソほどお金がかかります。 ですので、貧乏人らしく、お金がかからない人たを今から紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。まず一つ目の人たは、図書館です。いきなりですが、一番のおすすめスポットです。涼しくて、座れる場所があって、本もあるのでお楽しめます。場所によっては漫画もあります。イヤホンとバッテリーさえあれば、普通にスマホで YouTube を見ることもできます。眠くなったら、机につっぷして寝ることもできます。 飲食スペースのあるところなら水とおにぎりでも握って持っていけば一日中滞在できます。二つ目はマックです。100円マックを頼めば冷房の効いたところで一日100円で居座ることができます。注意点としては混雑時に迷惑にならないように隅っこにいた方がいいです。ちなみにマックは飲食店なので水を頼めば水を無料で出してくれます。場所によってはコンセントがあるところもあります。 空席の多いアイドルタイムに利用するといいでしょう。三つ目は、ブックオフです。漫画や小説などの本がたくさんあるので、立ち読みすれば冷房の効いたところで一日楽しめます。ただ、立ち読みなので、体力的な問題が出てきますので、せいぜい2、3時間が限界ですかね。数時間だけ立ち寄って、また違うスポットに行くならおすすめです。四つ目は、大型書店です。 大型の書店ですと本を読むための椅子と机が用意されているところがありますそういうところですと座って本を読むこともできるので一日冷房の効いたところで楽しむことができますただ漫画や雑誌はビニールで閉じられていて読めないことが多いので読める本が限られてしまうのが難点ですまた書店の本は商品ですので汚したり傷つけたりしたら通わなければなりません ブックオフであれば、ちょっとシワがついた程度なら気にしないでいいと思いますが、書店の本は新品なので結構気を使って厚は買わらなければならないです。一つ目,目はショッピングモールのフードコートです。食品コーナーで安い惣菜を購入して、それをフードコートで食べれば100円程度で冷房の効いたスペースで一日過ごせます。フードコートのいいところは水が無料なところです。 またお腹が空いたら食品コーナーに立ち寄ればいいのでお金もそうかかりません。土日のような満席時はモールにも予約がかかるのでおすすめできないですが、土平日であればピークタイムでもそこまで混雑しないのでおすすめです。図書館に次いでおすすめスポットです。6つ目は川遊びです。近所に綺麗な川があればおすすめです。ひんやりした川で橋下の日が当たらない場所で半身浴をしながら一日過ごすのも気持ちがいいです。 ただ雨が降って増水すると一気に命の危険にさらされるので、天気予報はこまめにチェックしないといけないです。また水没リスクもあるので、電子機器の持ち込みも危険です。スマホも使えないとなると、1、2時間もすると飽きがきます。7つ目は海遊びです。近所に海水浴場があるようはおすすめです。冷たい海水が気持ちいいです。また、男性限定の楽しみ方なんですが、 水着を着た女性を見るのもかなり目の保養になります。やりすぎると通報されるので注意も必要ですがね。100%を日焼けしてしまうのでこれが難点です。8箇所目は工場見学です。基本的には冷房が効いたところがほとんどです。身の回りのものができるまでの工程を見ることができてとても楽しいです。食品工場ですとサンプルで商品を試食できるところも多いです。 ただ何時間も滞在することができないのと、1箇所に何度も行きづらいのが難点です。9箇所目は科学館や博物館見学です。自治体が運営しているところですと、無料のところがほとんどです。いろんな展示物を見ていると、半日から1日楽しめます。知的好奇心旺盛な方にはめちゃめちゃおすすめです。10箇所目は献血ルームです。献血できる人に限られますが、冷房の効いた部屋で半日程度過ごせます。 ジュースやおやつも食べ放題で飲み、飲み物も飲み放題なので、お金がかからないどころかご飯代が浮きます。また、場所にもよりますが、献血中はタブレットで YouTube や TVer だけでなく、有料サブスクが使えたりします。ただ、一回献血するとある程度期間を空けないと、献血できず頻繁に通えないのが難点です。11箇所目は公営ギャンブルの場外施設です。 入場無料で冷房も効いていて座るスペースもあります。必ずお会いをかけないといけないわけでもないので無料で一日過ごせます。ちなみに同じような本旦の年配者も多いので引け目を感じずにいられるのはいいかもしれません。ただモニターの音量が多いので結構うるさくて静かに過ごしたい人や携帯で動画を見ていたい人にはお勧すすめできないです。12カ所目はパチスロ店です。パチスロ店は大きいところに 行けば行くほど、大抵休憩スペースというのがあって、そこに漫画も置いてあります。いわば、座れるプチブックオフです。大きい店であればあるほど漫画も豊富ですし、同じような魂胆の人もいて、引き目を感じません。休憩スペースは遊戯場とは仕切られているので、パチンコ台のうるさい音もあまり気になりません。無料で1日漫画を読んで楽しめますので結構おすすめです。えー、最後、13箇所目です。 これは最後の最後の手段ですが、職場です。オフィスワーカーなど、空調の効いている場所で仕事ができる人であれば、仕事をすれば暑さを回避できます。ただ、暑さを回避するあまりに施策もない仕事をしてしまっては、本末転倒なので、これは本当に最終手段になります。おすすめ度は最下位です。今回の動画いかがでしたでしょうか皆さんのおすすめの人たちがあったら、ぜひコメント欄で教えてほしいです。 それではまた次の動画でお会いしましょう。よかったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。